ご機嫌よう英雄殿改めて捕虜となった気分はどうだ愛 <laughs> も変わらず不愛想だなだが安心しろ機関の処遇は国際法にのっとって本官が保証する故に虐待や拷問などもない軍の上層部や政治家の連中は 指揮向上と国民へのアピールのために機関を処刑すべきだと流行っているようだがむしろそれは握手だ帰国のプロパガンダに利用されて戦争が長引いてしまうだけだからな機関が捕虜になってからは我が国が軍事的優勢を保っているとはいえ戦線が泥沼化するのはなるべく避けたいそれに機関に死なれると 色々と困るのだよ。特に本官がなまあ、それはさておき今日機関を訪ねたのは他でもない一度二人きりで腰を据えて話をしてみたかったからだ主にこの戦争の行く末についてな単刀直入になるが機関に聞きたい いつになったらこの戦いは終わると思うと言ってもこの戦いというのは今まさに行われている紛争ではない機関と本館が生まれる以前長い時を経て幾度も領土や国名政治体制が変換してもなお断続的に行われている歴史そのものだこの歴史が 我々の世代で終結すると思っているのか本音で答えてもらいたいなるほど機関は憎しみと悲しみを乗り越えて和解できると信じているのかだが歴史の当事者は皆こう思っていたはずだいずれこの歴史にはピリオドが打たれるはずだ しかし結果はご覧のありさまだ時代を超えた殺戮と憎悪の連鎖が終わることのない螺旋を描いてくさびを打ち込み続けている特に近代ナショナリズムの成立以降はそれが顕著だ民族宗教政治的イデオロギー資源領土の争奪さまざまな対立が複雑に絡み合い 両国間に深く根ざしていることに加えて双方の政治家が国民感情を煽ることで支持を集める状況がここ数十年続いているしかも誰もがその事実に気づいていながら一向に止める気配がないのだ両者ともに果てのないゼロサムゲームを繰り広げていることも知らずになこれでも 期間はまだ諦めなないつもりなのか歴史上誰も成し遂げられなかった完全和平の道をそうかそれでも信念を曲げることはないのかさすがだな天才的な戦術で我が軍を次々と打ち破る一方たとえ敵兵であっても可能な限り人道を尊ぶ 英雄らしい受け答えだだが本官はそうは思わん人間はそれほど知的な動物ではないたとえ負けると分かっていても銃を取り得るものがないと知りながら戦争を続行する愚かさを持っているからだこの本質は機関一人でどうにかなる問題ではないもはや 誰にも止められないのだよ機関にも本館にもさてそれでは本題に入ろうか思想の違いはあるにせよ同じ思いを共有していることは確認できただからこそもう一度問いたいのだ機関を解放する代わりに本館の夫になるつもりはないか無論 そのための準備もできている機関のための隠れ家も偽の戸籍も婚約指輪もだあとは機関の意思次第だが <laughs> なぜだなぜそこまで誇示する機関も軍人ならわかるはずだこのまま戦局が推移すれば間違いなく帰国は敗戦するそうなれば機関も処刑されるんだぞ 我が国にあだ名した憎き敵将としてもちろん本官としても機関の軍人としての誇りを尊重したいがそれとこれとは話が別だろう命を惜しむのは人として当然だからなそれと機関本官は機関を本気で愛している敵軍の将兵に結走するなど本来あってはいけないことだが そんなことはどうでもいいのだ軍人としての強さ人間としての器の大きさそして男としての魅力その全てを本官は欲しいのだよたとえどんな手段を用いてもなさてそれでは最後にもう一度だけ問うとしよう本官の夫に なるつもりはないのか答えは変わらずかそこまで堅くなに拒絶されると理由が気になってしまうな軍人としての忠誠心か本館では不問だからかそれとも異中の相手がいるからなのかその反応 どうやら正解のようだななるほど誰にも関係を明かすことなく最後まで愛を貫くつもりだったのかだがその程度は予測していたことだすでに諜報機関を通じて調査も済んでいるその女の名前も顔も居場所もなどうやらあの女は機関が生きて帰ってくることを信じて亡命することなく待ち続けているそうだ しかも、配色濃厚かつ包囲された首都の中においてだ。こんな状況でなおとどまるなど、相当の覚悟を持っていなければできないことだろう。まさしく、愛のなせる技だ。随分と愛されているんだな、機関も。しかし、だからこそ気に入らんのだよ、その女が。 機関と本館の障害となっていることがなだから本館は再び取引を行うもし機関がなおも拒むのであれば本館が首都を包囲する部隊に命じて制圧作戦を発動するつもりだ当たり前ではあるが一筋縄ではいかないだろう守備側も攻撃側も多大な戦力を消耗するだがそれでいいのだ 戦闘が激化すればするほど両軍の殺意は高まっていくそして殺意が限界を超えた時現場の兵士たちに変化が生じるのだここまで言えば機関ならわかるだろうそうジェノサイトの始まりだ狂気に飲まれた戦場においては国際法はおろか軍の規律すら通用しない軍人であろうが市民であろうが 敵と見なせばいともたやすく引き金を引くことができてしまうのだ当然老人も子供も男も女も一切関係ない殺さなければ殺されるその一点だけで理性は吹っ飛んでしまうからなしかもそれだけではない無秩序な世界ではあらゆる者が暴力に訴え弱者を支配しようとする 具体的には男性兵士が一般市民の女性を猟辱するとかな想像してみればいい機関の大切な人がうぞうむぞうの兵卒に組み伏せられ無ごたらしく蹂躙される様をそんな地獄絵図が生まれるのだぞ本官の命令一つでなさて では、返事を聞かか。せてもらおうか本館の夫となる代わりに首都に住まう婿の民を守るこれで問題はないか<笑><笑>それでよい機関は正しい選択をしたのだ自らの名声と地位そして 母国と愛する女を捨てて数多くの命を救ったのだからなまさに英雄の名にふさわしい英雄だ <laughs> おっとそんな睨むような眼差しを向けられても困るなそもそもこの制圧作戦は本館が立案したものではない 徹底的な勝利を求める軍の一部と政治家が発音しそれを支持する国民が後押しして計画されていたからな本官はそれを利用させてもらっただけだだからあまり悪く思わないでほしいそれとこれはあくまで本官の持論だが Always fair in love and war 古くからある格言だが 本官は真理だと考えている見境なく奪い合うがゆえに歯止めが利かなくなるという共通点が特にな <laughs> 心配せずともいいおそらくだが今頃外務省が極秘裏に動き出しているはずだ目的は大国を介した停戦協定の締結だろう我が国も本官も 戦略的勝利を達成した以上戦争を継続する理由などないからなここら辺がちょうどいい落としどころだろうまあもっともこれに関しては帰国の返事次第だがなさてそんなことよりこれからは機関という呼び方をやめようと思う機関と本館はもう夫婦なのだからないつまでも他人行儀では格好がつかん というわけでこれから末永くよろしくねあなた <laughs>